風よ。やあ、あんたはモンか。フェイって子が不当であんたを待ってるぞ。待ちくたびれて泣いちまったんだ。フェイ君のやつなんてバカなんだよ。僕たちのとこに来ればいいのに。まあいっか、彼を探しに行くよ。浮いちゃったぜ、早く追いかけよう。バカバカ、私たちサプライズを用意してたのに。結局こっちに来てくれなかった上に泣いたりして。ごめん、俺はバカだ。ううん、フェイ君はバカじゃない。私たちが悪かったの。フェイ君を驚かせたくて。フェイ君、今日は君の誕生日だから、僕たちはサプライズでフェイ君を驚かせようとわざと避けてたんだ。え、それってフェイ君のためにハスの固くをたくさん取ってきたよ。とっても美味しいんだから。それにこれは僕とルルが書いたお祝いの手紙。字が汚いとか一個なしだよ。お前らありがとう。そういうことだったのか。大事なくてよかったでござる。友達だったらこういうことをしてもおかしくないよな。友達がサプライズしてくれたらあたいだってびっくりするよ。サプライズを用意してくれって言いたいんですか？すごい話術ですね。え？いやいや違うぞ。ただ感想を言っただけで。わかってますよ。私もちょっとサプライズで冗談を言ってみただけです。ああ、おいらお腹が空いたぞ。確かにそろそろご飯の時間だし、そうだな、あたいの家で食べていけよ。ここからそんなに離れてないから歩いていけばすぐだ。元凶にも家があるのか？あるぜ、さっき見たんだ。この道は現実と同じようにあたいの家に繋がってた。元凶にいるとはいえ、周りと意見が合わない時やライブで失敗して落ち込んだ時、もし行くべき場所があるとすればあそこしかないんだ。だって人は家に帰るもんだからな。行くぞ。行くぞ。行くぞ。ここだ。さあ、靴はそのままでいいから上がってくれ。失礼するでござる。椅子もあるんですね。ちょうど座りたいと思っていたところです。
ん？奥の部屋から声がするな。あんたらは休んでてくれ。あたいはちょっと見てくる。明かりもついてないし、誰もいなさそう。うわぁ！じゃじゃーん！誕生日おめでとう！何してんだよ、あんたら！部屋にいるならちゃんと明かりをつけろって。びっくりしただろ？ウンキンの言った通り、本当に驚いてるね。せっかくの誕生日ですから、普段とは違う方がいいかと思いまして。あんたらな、そんな可愛い顔してこんなことするなよな。頼むから。あら、そのようなことを言われても、私は納得しませんよ。可愛くていい子だからって、いたずらしちゃいけないなんて、誰が決めたんです？そうでしょ、シャンリンさん。そうそう、グーパーだってああ見えてすっごくすばしっこいし。はいはい、まったくあんたらにはかなわないな。北斗姉さんは今日用事があって来れないから、代わりにプレゼントを渡すようにって頼まれたんだ。はい、これが北斗姉さんからのプレゼント。外国の楽譜と特製の探検だよ。シンエンさん、私は家の者に頼んで金のかんざしと鉄の髪留めを作ってもらいました。鉄の髪留め？千年もの歴史を持つ丹蔵の一族がこのためだけにか？どうかしましたか？小さな髪留めですが、機能は申し分ないと思いますよ。えへへ、私のは違うよ。この前、道端でメガネをかけてる鍛冶屋さんに会ったんだけど、その人、まるで石を読めるかのような顔をしててね。で、半信半疑だったんだけど、石選びを手伝ってもらったの。そしたらね、本当に翡翠が出てきたんだよ。すぐにその翡翠を飾りに使える大きさに削ってもらって、紐で結んで深淵にあげる装飾品にしたんだ。おお、翡翠の首飾りを作ってくれたのか。うん、首につけるんじゃなくて琴につけるんだ。ほら、いつもそのことを大事にしてるでしょ。だから綺麗に飾ろうかなと思って。こんな貴重なプレゼント使うのがもったいないな。大事にしないと。ありがとな、シャンリン。よく見てるんだな。シャンリンさんが気を配るのはいつものことです。ただその石を読める人についてもう少し詳しく教えていただけますか？もし面白い話だったら芝居に取り入れてみようと思います。私もよく知らないんだけど、その人しばらく病気だったみたい。病気中は頭が混乱してて何も覚えてないんだって。まるで自分の体が自分のものじゃないように感じたとか。でもある日パッと治ったらしいの。それ以来一目見ると石を読めるようになったんだって。なんだか奇妙な話ですね。ああ、それより料理が冷めちゃうよ。早く食べよう。お待ちください、シンエンさん。外国の商人からおまじないを教えてもらいましたよね。前回私の誕生日の時に教えてくれたものです。ん？ああ、誕生日に願い事をするってやつだよな。そうです、それです。外国ではケーキにろうそくを立てて切り分けるそうですが、私たちはシャンリンさんの料理を運ぶだけで精一杯でしたので。平気平気、頭の中で想像すりゃいいんだよ。でしたら1、2の3でぜひ願い事をしてください。1、2の3。うん、今年は何を願おっかな。あたいの願いは、あれ、戻ってきた。どういうことだ。おいらドアの隙間から中を覗いたばっかだった
たのに。元凶ってことは、深淵、先ほどの部屋で何かありましたか？は？オイラ知ってるぞ。深淵の誕生日を祝ってくれる友達がいたんだよな。それは私も聞こえてましたよ。そうではなくて、彼女自身のことを言っているんです。あたい？ああ、あたいは願い事をしたけど。そういえば面白い話だったな。さっきドアを開けた先に、あたいの親友のシャンリンとウンキンがいたんだよ。あれは現実ですでに起こったことだ。前回の誕生日のことなんだけど、あいつらがうちに来てあたいを驚かせてな。美味しい料理がいっぱい用意してあって、あたいに願い事をするように言ったんだ。深淵、その願いは何ですか？あたいの願いは、思いもよらない人と一緒にライブをしたい、だ。思いもよらない人、誰であろうか。それなんだけど、さっきパッと思い浮かんだ人がいる。して、その人物とは？うん。いや、答えを言う前に、まずは三石を貫く水脈を開通させよう。
これらの使い道はまあいい。呪言、姿を残す。ふっ、悪くない品だ。ソーランドイコ。
フン、悪くない品だ。行くぞ。これらの使い道は、まあいい。行くぞ。やあ、有限なるライフ。チョック呪言。律令。何か面白いものはあったか？
チョク。具現化せよ。律令。律令。くだらない。ふん、悪くない品だ。風よ。行くぞ。